マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくあるお悩みに、何をしてもたったの1キロも痩せないということがあります。こんなにダイエット頑張ってるのに、私の一体何が悪いのって思いませんか？そこでこの動画では、正しいダイエット方法がわかるんです。もしあなたが今年中に少しでも痩せたいと思っていらっしゃるようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、最悪なダイエット法ワースト3をお伝えしていきます。話の内容はこちらです。1つ目、最悪なダイエットの共通点とは何でしょうか。2つ目、最悪なダイエットの方法ワースト3ということで、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは1つ目の項目です。最悪なダイエット法の共通点とは何でしょうか、イコール結果が出ないダイエット法ということになりますよね。それはこちらです。腸内環境を乱すものを取ってらっしゃる方は、もういくらね、いろんなダイエット法を試したとしても結果は出ません。なぜかというと、腸内環境が乱れたまんまの方はですね、痩せ体質に根本的になれないからなんですよ。イコールどんな状態かと言いますと、こちら、腸内環境イコール腸内細菌たちのバランスが悪い方、こういった方はですね、やはり努力が水の泡になってしまうんですね。それではここから2つ目の項目です。最悪なダイエット法ワースト3ということで、一つ一つ詳しくお伝えしていきます。もしあなたが一つでも当てはまっていらっしゃったとしたら、今すぐやめていきましょうね。では1つ目です。カロリーゼロダイエットになります。これはよくダイエット中だから、やっぱりね、カロリーは抑えようって頑張る方非常に多いです。もう本当にね、よく頑張ってらっしゃるなって思います。ただしですね、それを簡単にできてしまうものに手をつけてる方が危険なわけですよね。もうそれは逆に最悪な状態になります。どんな状態かというと、ますます太ってしまうという、そういったねことになってしまうんですよ。それはどんなものかというと、例えば何か買いますよね、食材を。でそこのパッケージにカロリーゼロとか糖質オフとかね、そういった表示がされているのにもかかわらず、甘い食べ物ですよね。よくチョコレートですとか飲み物にもそういった表示されているものたくさんあると思うんですよね。で真面目な方ほどね、よしと、これはカロリーが低いしないから食べても大丈夫だと思って食べてしまう。ところがですね、その方がその果てにどうなっていくかと言いますと、ますます甘いものがやめられない、止まらないになってしまうんですよね。こういったね、その要は食品添加物、人工甘味料のお話は私別の動画でもたくさんお伝えしておりますから、ぜひね、特にこうお菓子系の動画アップしてるときは必ずお伝えしてますから、そちらもこの動画ご覧になった後チェックしてみてくださいね。ここではちょっと簡単に分かりやすくお伝えしたいと思います。要するに添加物が入ったものを取ってダイエットしてる方というのはダイエットが成功しません。もうそれどんどんね、最悪になっていきます。もちろん太りますし、しかも健康を害してしまう、不健康になってしまったら元も子もないですよね。ですから、そういった人工甘味料であったり化学調味料であったり、そういったものがたっぷり入っているようなものを食べてダイエットしようっていうのは、もう今すぐやめてくださいね。では2つ目です。こちらも多いです。運動だけダイエット。よくですね、お悩みご相談を受けるときに、先生って、私ね、運動が苦手だから、運動してないからね、太ってきたと思うんですっておっしゃる方多いんですよ。もちろんね、運動大事ですよ、代謝を上げるために、代謝の全体の2割がね、運動でカバーできると言われてますから、やはり運動しないよりも運動した方がいいわけですが、ちょっと待ってくださいっていうことですよね。そもそもなぜ運動しないから太っているのはそうでしょうかっていうことですよね。運動しないと太ってしまうようだったらですね、世の中の人どうなりますか？運動できない方だっていらっしゃいますよね。でも太ってない方だっていると思いませんか？そうなんです。太ってる原因は運動が
できないとか運動してないではなくって食べてるからなんですよ。そこをですね見ないようにして、めちゃくちゃ食べてるのに運動でなんとかしようっていうのはそれはね間に合わないですよ。これも厳しい現実ですけれども、やっぱり運動だけで痩せようって無理なんですよ。そもそもなぜ太ってるかということに目を向けないと、脂肪を溜め込んでるから太ってるわけですよね。何も運動してないから太ってるわけじゃないわけです。食べてるから太ってる、逆に太るものを食べてるから太ってるわけですよね。量も大事、カロリーも大事、栄養バランスも大事です。ですから運動だけで何とかしようっていうのは無理です。じゃあね、どうやったら代謝が上がるのかっていうと、実は運動も大事ですが、内臓を元気にした方が運動の何倍も痩せます。内臓が元気っていうだけで、体温が上がるっていうだけで代謝ってすごく上がるんですよ。まあ、内臓系で言えば、まあ、全体のねその6割って言われてますし、また体温が1度上昇するだけでなんと 12% も代謝が上がるわけです。運動するよりもって思いませんか？もちろん運動も大事ですよ、筋肉も大事。ただそれだけだと間に合いませんっていうことなんですよね。で特に私たち女性は女性ホルモンの分泌も下がっていくから代謝がどんどん下がる、ね、筋肉量も減る、脂肪を燃やす力も減ると、まあ、そこをですねしっかりと運動プラスアルファしっかりと内臓を休ませてあげるですとか、しっかりと体温を上げる食べ物を食べる、体を温まるもんね、例えば生姜であったり根菜類とかそういったことです。冷たい飲み物食べ物を入れない、これだけでもグッと基礎体温が上がれば、それだけであなたは代謝が上がりますから、ぜひね運動だけなんとか頑張ろうなんて思わなくても大丈夫です。まずは根本的なところから見直していけば大丈夫ってことで、エールを送りたいと思います。では3つ目です。丸々だけダイエットって、これもよくありますよね。例えばキャベツだけダイエットとか、リンゴだけダイエットとか、いろいろありますよね。これは、まあ、もちろんねその時だけ痩せるかもしれませんが、効果はですね続かないですよ。なぜかというと栄養不足になってしまうからです。栄養が不足するとね痩せホルモンの材料がないのでどんどん太っちゃうんですよ。痩せるためにはホルモンを作らないといけないわけです。そのホルモンを作るための材料が栄養ですから、皆さんその時にねやっぱり丸々だけばっか食べとかそういったのは続きませんし、しかも逆にリバウンドが待ってます。で何よりも健康を害してしまいますからね、いいことなしですよ。ですからね、極端なこういった丸々だけダイエットというような食事制限をされますと必ずリバウンドが待っていますし、その間買った食材の、まあ、経費とかね時間とか無駄になりますから、そういったね遠回りをするような結果が出ないダイエットは今すぐやめるのがベストですよってことをお伝えしたいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめはもう腸を整える活動、腸活をしましょうでしたね。そして最悪なダイエット法お分かりですよね、3つ今すぐやめてください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。